さあ決勝戦ですよ皆さん。ちょっと待ってね。さあ決勝戦です。さあここまで全て、サンタデで勝ち上がってきました。キーシャファーストエイジファンジーボブクリフチーム、先方は誰でしょうか。まずはエイジフさんのアンチが出てきます。ジャンピーがジュンミラーキーシリーズクマテスタメント。てかクリフもっと良くないんでしょ。まずトライでいったのはエイジファンジー。あーっと、さあ要塞を張って A 反応決めていく。あーっと網があったんですけど、ハイスク風神 A 決めます。これはおーうまいですね。そしてガーフッと思い出す形で足からもう一回、あー煽りを思い出す。50% 吐くしかないんですかね。おこれうまい。さあ瞳を解除しつつ攻めていく。おー困る。今回ねあのしゃがみには当たらないキャラが非常に多いので暴れていきます。さあ空中出しが止められない。おールフトオレント。あジャンハイ当たって、無事関係なかったぜです。と私 4。 あ当たってなかったですね今のバーストが。あ、一段これは美味しい。あとは刻んで殺したい。エビファントム。やばいやばい、どうすんの。あ、中断。さあ出てくるのはジョンミリア。残ってるのはキーシャファーストウォークリフというね、割と激しいチームだと思いますので、安定感のある安定感だけど激しい試合内容は激しすぎる。あーんで飛び落ちてどうなったか。よいしょ。あ、前ピーと、ジャンピー、ジャンピー、ロック。あ、なるほど、これ拾えるんじゃないですか、はい。あー、飛んでったら動ける、ガー、クッション上げ、どっから出てきた。シークレットガーデン、ウェイ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 。もう上り中断。さあ、この方持っていけばね、さすがにミリア、強いです。あー、注意パワーを残してて前線に足払い、ハイソルフーズ勝ち系、金安からオンまで決めてガーネーらしい。あ、落ちちゃいました。まだここルー、あ、青木から足っちゃいましたね。ツーコンボで OK。 いつでもナイスだぞ。よいしょ。さあ中央シークレットガーデン作ってエンゲス足払い、これはおいしい。さあそう使って足払いから大きい攻め、飛んで回避、エンゲスタイク針を投げていくマイティー、もうこれ潰して画面端できるだけ時間も稼ぎたい。カウントリポート、これはいい指導だ。エンゲスは2敗、シャンピース落とせない。プリティーベース上海、うわ下から上海、上海プリティーベースからお前けグッチョグチョにして勝ったな、ジョンミリア勝ちゃええねん。大丈夫ですか、ジュンさん、俺も一緒に叩いてるんで。カタカタカタ、バカめっちゃ。
さあ中堅戦、やっと中堅が出てきました。このチームボブクリフ対する準備が、さあ先ほどあっという間に終わってしまいましたので、なんとか頑張ってクリフを倒して動画を見てる皆さんに希望を与えたいところですが、ジャンプ2杯落とし、おいしいんですねこれ、イメージ、はいはい。さあ置き場ではいけば、ここまでダメージ食らってると線の線も非常にクリフ側出すのは怖いですから、まあね、前半でダメージは出ていいですねって言うんです。さあしかし、アクセル強いな、ミリアこうやってくると。あー、たわけ、たわけ、たわけ。よし、よし、からの。あー、ジャンプそーってしまった、これ死んじゃうぞ。シークレットガーデン。そして、あー、もううまいの、達成前に落とせないが、もう必死。あしゃいやー、はい。まだ。では、連続も。あれなんだっけな、お前。リフレクトロア。リフレックスか。あー、危ない。ジジイがね、いきなり、もう剣振り出したら危険ですからね。さあ、ステップ。あーぐる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 。そしてもう一投げしっかりしてる。バカモンでっけー、やべえこれ、あ投げエース、はい。これ着地からもね、なんか攻撃つながるんで、さあここは誰もボブクリフを止めることはできないのか。出てくるのは最後ですね、キッシーディズイ。さあクリフが勝てば優勝、なんとかして止めないキシルジ。ダースは見えない。ダースはね、本当使ってみると遅いんですけど、攻めてる間なんてそんなの知らねえやって感じですね。さあ決勝へ、さあ腰痛との戦いですが、おおおっ、どういうことだ、じゃんけんヒットからこんなことに。さあ気づいたら大ナント、さあチャンピオンさん、はい、生成しようものならこの攻撃判定が飛んできて、とんでもない方にバースも読んで、このミスゲー、足からいく、あーこれは終わってない、まだ生きてる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 だけ、生きてる、生きてる、ラッキーラッキーラッキー、あー美味しい美味しい美味しい、ちょっとあーさようなら、あーまだ生きてる、優しい優しい、あー全然優しくないよね。さあ勝ったのはボブクリフということで、優勝はキショバスとエイジハンジボブクリフチームになります。おめでとうございます。広いですけど、まあね、実況なかったらどうすんだろうねこの動画。そういうことでね、今日も、まあ、けどね、ボブさんはあの3、4時ぐらいから来てずっとね、練習しておりましたので、やり込みの結果ということで、さあ、本日の大会もボブさんの無双で終了しました。今週土曜日は大会はありません。北斗の拳の団員戦大会となっておりますので、来週の火曜日、早稲田式ランダム2の2大会でお会いいたしましょう。本日の大会お疲れ様でした。